おはようございます。おはようございます。今日はね、はい、なんと夫婦久々にね、はい、あと2人で沖縄に行こうかと思いまして、はい、今成田空港に来ております。緊張です。緊張だね。久しぶりなんで、うん、すごいかもしれない。ちょっとね、今時間ないんで早速乗りましょうか。さあどうですか、久々の飛行機は。かなり緊張してます。あ、そう。何年ぶりかな。ね、さあ皆さん見てください。うちの妻はですね、あれだけ緊張していると言ってるにもかかわらず、もう離陸前なのに早速寝ております。何も緊張感がない女です。さあどうですか、到着しましたよ。しました。なんかいい感じだね、久しぶり。どう、疲れた？いや全然。あ、そう、うん、でもなんだかんだやっぱ3時間半ぐらいは長いよね。そうだね。うん、ネットフリックス、ダウンロードしてくれ、ね、とりあえず荷物を受け取りに行きましょう。はい。はい、ようやくね、はい、無事に到着しました。沖縄に到着しました、うん、今は荷物を待ってるんですが、なかなか出てきません。はい。ここからね、うん、レンタカーをちょっと借りに行って、うん、まずはね、ちょっとお腹を空いたんで。お腹、ああ、もう朝。俺はなんだかんだね、空港で、ちょっとね、空港でね、面白いことがあったんだよね。あの、僕が荷物を預けに行って、うん、でうちの奥さんとかは、先に並んでたんだよね。そうそう、ボディチェックとか、ボディチェックとかね、うん、並んでて、でワンチャン俺が多分ギリギリになるから俺らの方が早いんじゃないかなと思って、そしたらどんどんスイ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 って程よくの方が先に着いてる行ってなんだかんだ売店にも先に着いたんで、ね、もうあの1人だけおそば食べてかき揚げうどん食って、私は間に合わず、しかも何にも買っといてくれなコーヒーだけ買っといて、でもコーヒーを買っといてって言われて、いつも家でブラック飲んでるのになんでカフェラテじゃねえんだって意味わかんないもん。まあ、ね、ということでね、はい、一旦待ちましょう。いや、レンタカー借りれましたね。借りれました。ちょっと時間かかったね。ちょっとバカですね。うん。でも無事にレンタカーを借りて、はい、もうお腹がペコリッチになっちゃってるんで。うちも朝から何も食べてないから。とりあえずはね、まあまだ何を食べるかは知らないと思いますけども。はい。沖縄と言ったらというものをお昼ご飯にお届けしようかなと思ってますので、はい、よろしくお願いします。楽しみにしてください。ありがとうございます。では、はい、失礼します。はい、はい、早速昼食の場所に到着しました、はい、これがねちょうど看板が見えるんですけど、タコス屋っていうタコス屋です。そうですね、これがねもう沖縄ではね、俺はタコスの中で言ったらタコスランキング3番手に入っちゃってますから、3本指に入ってる。じゃあぜひねちょっとこれを食べてもらいましょう。お腹減りました。うん、ここはちょっと那覇市なんで、はい、はい、どう？美味しそうでしょ。ちょっとね今あの音源があるんで、まあこんな感じという感じでね、はい、はい、はい、それではですね車を走らせまして、ここはですねアメリカンビレッジに来ました、はい、沖縄のチャタンっていうねところにあるんですが、どうよ久々のアメリカンすぎるぐらいアメリカンいい感じだよね。いい感じだよね。
久々。もうタコスでお腹いっぱいだからアイス食べたい。あ、じゃあちょっとねこの辺を散策しますか。はい、はい、さあ散策でございます。はい、アメリカンビレッジ、すごいね、すごいね、海外の人も結構いっぱいね、本当にやっぱねインバウンド効果は絶大ですよ。後ろからの風景、いっぱい来て全然人いないけどタイミングが悪かった。いいね、あ最高ですよ。あすごくない、何これ、なんこれ食べてる、だって一緒に食べればよくない、これすごいんですよ皆さん、このソフトクリームちょっと買ってみるか、買ってみよう。何味買ったの。バニラでした。食べるときね、はい、わざと近づけてほしいんです。食べる人間って手の長さでもって無意識に傾けてるんですね。そうです、そうです、近づけるとやらなくなります。で10センチ食べたらいつもと一緒だから、はい、もっと長いだけ。これ洋服にくっついちゃったらね。おおほほほ、すごい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 、怖いな。はい、これで本日で30です。はい、はい、ありがとうございます。すいません、はい、ありがとうございました。はい、こちらから見てください。ありがとうございます。もう食べてみな、こうでしょ。そう、うん、美味しい、うまい、うまい、めっちゃうまい。どれどれ、食べてみね。うん、濃厚じゃない、うまい、濃厚、体からこういかないと、うん、うん、うまい。でちょっと、うん、アイスを食べながら回りましょう、うん、はい、そんで次はですね、はい、こちら、このお店このお店のコーヒーがめちゃうまなんですよ。なんでちょっとここでね、うん、コーヒーを買いに行きましょう。はい、どうですか。どう、すんごい髪型だよ、それより。髪型もひどいし、すごい顔近い。こっちに目いかないで、ここの髪型目いっちゃうじゃん。帽子かぶってたからね。これさ、うん、ちょっとなんて読むかお店の名前わかんないんだけど、うん、これマジでうまくない。おいしい、おいしいよね、うん、これ本当はね、時間があったらさ、店内でね、うん、飲んでもらいたかったら。カップとかもさ、また かわいいし。あ、そうだね。そうだけど、ちょっとね、時間がね、うん、天気刻みのスケジュール1日目はね、ちょっとバタバタしちゃうよね。そうそうそう、私があの天気刻みのスケジュールにしてしまったもんだから。そうですね、しょうがないです。では今からどこに行くんですか。ん、今からどこに行くんですか。今から、うん、今からね、これからは今度元部の方に移動して、はい、はい、ちょっとね、あのナビがちょろ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 、うん、あれしてますけど、案内してくれてますから、うん、では安全運転で、はい、お願いします。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。寝てました、私は。ですね。でここはね、はい、あの元部っていうところで、はい、今日あの宿泊するところなんですが、はい、まだね、うん、あの今後民泊としてここを運営していきます、うん、はい。でまあ、運営するのは全く僕とかは関係なくて、うん、あのいつもね、うん、よくしていただいているスポンサーさんだったりとか、はい、そういうのをやっていただいている企業の方なんですが、はい、ここにはすごい変わった作りで、うん、こんな感じ、階段あるでしょ、うんうんうん、階段に登っていくとまた一部屋なんです。この真向かいね、はい、真向かいが一部屋、はい、でここがこっちの部屋は3階建てになってます。すごいね。こっちは2階建てになってます。で、私たちが泊まるのは2階建て。はい。ちょっと早速。はい。
すごい綺麗なんだよ。なんかもうお邪魔します。おしゃれ。うん、てか全部ね整ってんだよね。そう、ちゃんと駐車場もね、うん、完備してます。で民泊っていうだけあってさ、ほらあテレビとかね、 Wi-Fi も自由ですね。フリー Wi-Fi もあります。で冷蔵庫もあります。はい、なんと嬉しいことにね、うん、タオルもちゃんと、はい、完備する。洗濯機もあるよ。お、本当だ。1週間とかもう ここに来たいよね。沖縄ならでばかもしれない。うん、あ、湯船もちゃんとある。湯船もちゃんとあるし、最高ですな。電子レンジ、炊飯器もありますよ。すごい、自炊できちゃうね。これ電気はどこ？わかんないです。違いました。上かな上でつけてくれる。ここにあんじゃん。あ、すいません。どうぞどうぞ。よいしょ。今ベッドルームがあって。綺麗。綺麗でしょ。うん。すごいいい感じなんですよ。めっちゃいいじゃないですか。でしょ。うん。でここがね、うん、まだ正式に、うん、ここがまだ正式に、うん、民泊としての運用開始してないんで、うんうん、またここがね、うん、正式に運用開始になりましたら、うん、まあ、僕たちがね、うん、やってるパラセーリングとか、うんうん、そういうとことさ、うん、コラボして、うん、でパラセーリングをやるまた地域もさ、うん、こっからもう20分ぐらいのところなんですよ。はいはいはい。ぜひね、はい、ご家族とか、うん、なんだろう、お友達とかね、うん、女子会とか、うん、そういうのに最適に使えますので、はい、そうだね、めっちゃいいですね。じゃあもうね、ちょっと、ま、早速なんだけど、また分刻みで今度夕ご飯行く準備しなきゃいけないんで急ぎましょう。急ぎましょう。はい、はい、いやすごい逆光になっちゃってますけど、今からね、はい、晩ご飯、そう、晩ご飯ちょっと早くて5時なんですけど、うん、名護にある、はい、雪乃さんっていうところでね、琉球料理の店。そう、はい、なぜこの時間かっていうとめちゃくちゃ混むんです。で予約ができないんで、今からじゃあ早速ね、はい、沖縄料理を食べていきましょう。はい、さあどうですか千鶴さん。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。冷たい。またさ、店内の雰囲気もいいよね。え、これじゃなくて店内の雰囲気ね。なんか地元って感じだよね。地元はこんな感じじゃないよね。沖縄の地元の。あ、そういうことね。そうそうそう。そしてまたね、生のオリオンビールなんで。あ、いいね。はい、俺ね、生の三品茶。うん、美味しそう。全然。一応オリオンだしね。うん、そうなんですよ。三品茶いただいておりますよ。いや。まあね、久々に来たんで、はい、楽しんでくださいよ。ありがとうございます。もずくと、こちらがもずく、しまらっきょと、やぎ刺しです。やぎ刺し。ではですね、はい、やぎ刺しをいただいてしまう、はい、生姜醤油でね、うん、それレモンかけない。レモンかけてない。あ、そう、うん、いただきます。はい、うん、おいしい。ね、多分今まで食べた牛刺しとか、うん、その中で一番肉肉しいかもしれない。マジで、うん、えー、美味しい。でも臭みとかない、美味しい。さーてめちゃくちゃ頼んでしまいました、うん、なんかうちの奥さんは動画撮ってますインスタだね。はいはいはい。三つ星悲しんでだからかと瓶ビールに託したうちらのイベント飲むから美味しいさ。おじいじまんのオリオンビール。そりゃ起きれませんよね。この左のがほら例のインスタにも載ってるね、アンカーの、そう、アンカーの船でございます。もうす
げえすげえ。すごっ。うわっ。うわっ、でっか。涙出てきた。やばい。アメリカで売ってるお菓子の数々。その顔でわかるでしょ、うちがすっごい楽しんでるの。キー、とんでもねえもの見つけてしまった。ワンちゃんコーナーで見て、ちょっと持ってみ。重っ。持ってみそれ。これはね、時間がもしあったとしたら一日中入れるよな。一日入れるこれは。ね、